ホリス。ホリス。今回はなんと高校時代の作文が出てきましたよってことですよ。あ、まあ前言うとったな。先生に担任の田中先生、難波田通じてメッセージくれまして、で難波田が自分を送ってもらったみたいで、でそれでいるんやったら、あの欲しかったら田中先生に言ってねと、な連絡入れたら田中先生が当時のその作文を送ってくれてくれるよということで、当然あのいただいてるんですけど、あなたは見るの怖いわね。なんて書いてんやろ。えということでですね、難波田の作文、当時の作文からはあのご紹介していこうかな。あかんやろ。難波田に電話した。え、あの出してもええとか電話したん。そう、大丈夫やで。なんでやねん、もうそんなあかんやろ。さあ、どんな感じで出てくれるでしょう。もし。もし。ということで、はい、行こう行こう行こう。難波田さんのご紹介させていただきますよ。もう全然記憶ないやろ。俺ないないない。書いた記憶もないわ。ないやろ。うわ、すっげえ。題名なんだ、題名からちゃんと。題名ね。ちゃんと言って。はい。3年間の抱負。3年間の抱負。あ、これから、1年やな、これ。そうです。はい。いきますよ。1年6組、26番、難波田康志。俺は1年6組やってんな。6組。誤字脱字が多い言うとだよ。僕は野球が好きで、小さい頃からの夢が、一番が甲子園のマウンドで投げることでした。だから PL に入学しました。PL に入ったからには、絶対に15人のレギュラーに入って甲子園に行きたいです。それも自分が投げて、そして甲子園のマウンドに立ちたいです。そのためには、やはり努力が必要です。1年のうちは本当にきついと思います。でもそこで負けてしまっては、一番の夢も叶わなくなってしまいます。どんなにきついことがあっても、どんなに嫌なことがあっても、最初の1年間は我慢できるようにしたいです。楽あれば苦あり、苦あれば楽あり。だからいつかいいことがやってくると思います。多分その時は甲子園で全国制覇をしているでしょう。そうなれば夢はどんどん叶うと思います。2番目の夢のプロ野球の選手になることもできるかもしれません。もしできなくても3番目の夢、一生懸命をやる、一生野球をやるということができればいいと思います。今が一番大変な時です。とにかく怪我とかは絶対にしたくはありません。怪我をしたらみんなから遅れを取ってしまうし、夢も叶わなくなっているかもしれませんから、でも夢は一つでも実現させたいです。一日、一日を大切にし、夢から現実に一歩一歩近づいていきたいです。千里の道も一歩ない。格言好きやね。というように、また好きなことをやっているのだし、どんだけ格言やねんこれ。いていていて。好きこそものの、好きこそものの上手だね。という言葉もある。初心の心を忘れずに行きたいです。あとは努力だけです。なんで書いてんのこれ。どれ。マカに種。スガに種。種やろこれ。ちょっと読みにくいので飛ばします。あとは努力だけです。とにかく頑張りたいです。これが BL や。入学して2ヶ月ぐらい、2ヶ月、3ヶ月やな。そうやね。でもまあ、あの、難波田のこれ読んでさ、一番が甲子園のマウンドで投げることやん。マウンドには立つことなかったやん、難波田が。うん。で、2番目の夢はプロ野球選手やって。で、叶ってないや。うん。でも3番目はさ、一生野球をやるということや。うん。でもこれなんじゃん、今、ガットアカデミーとかさ、野球教室やってるやん。うん。だからこれ3番目の夢は、あの、名前で叶ってるやん。うん。うん。だからすごい俺、それこれ読んだ時にさ、ちょっともう家で涙出てさ、ああ、なんちゃんよかったなと思ってさ、読んでてんけどさ。
でもちょうどこれあれやろ、きつい時や。きつい時はきつい時や。なんかな、俺それなんて書いたんかな、全く覚えてないわ。え、俺もでも取り寄せて読まなあかんねんな。せいで YouTube 読んでみや。読むね。続きましてじゃあ行きましょうか、僕のも。ちょっとなんか、それな、人のな、それな、あれやったらな。聞いて、ちょっと。ちなみに、どんな、読めなかったっつってどんな感じだったんですか？種。それも格言なんですかね。たぶん格言じゃない。カッコ書いてるから格言やろ。まかに種。あ、生えず。まかに種。でもなんちゃん、格言めっちゃ好きやで、ね。ちょっと調べといてもらえるし、それ調べれる、まかに種で調べてや。いきますね。じゃあ私の綺麗な番ですね。3年間の抱負、1年6組28番。あ、28番やったよね。堀安と。いきますよ、4月9日、僕は小学校から憧れてきた栄光の PL 学園に入学しました。初めて親元を離れて寮で生活するので、とても不安な気持ちでいっぱいです。しかし、そういった厳しい中で生活していかないと、甲子園に出場したりすることはできないのだと思います。寮で生活して、まずは精神的に強くなっていきたいと思います。グラウンドから寮は近いし、設備も整っているし、野球をするには最高の場所だと思います。今は PL 学園に入って、よかったなぁと思うことはないけど、近いうちに正直書いてる、そう思える日が来るように頑張っていきたいと思います。僕の目標はまずはレギュラーを取ることです。みんなより体が小さいので、人より多く、そして考えながら練習しようと思います。そしてあの美しい甲子園球場の土を自分の足で踏みしめて、大観衆の前でプレーしてみたいです。大きな選手にはできない、自分しかできない野球を見つけていきたいと思います。小学校の時に立浪選手のプレーを見て憧れ、布垣選手の努力を見てきました。そのような選手に一歩でも近づき、早く一流の選手になりたいと思います。一流の選手になれば雑誌にもたくさん載ると思います。そんなこと書いてたのか。ちょっと恥ずかしいなお前。努力に勝る天才はなし、この言葉を僕の一生の信条として頑張りたいと思います。以上です。みんなやっぱちゃんとしてるな。うわ、俺怖いわ。寮の飯はうまいって書いてあるんだ。いや、わからん。マジで。でもさ、これさ、もうえ、お客さん期間終わってるやん。お客さん期間終わってる な、うん、完全に入寮して、うん、お客さん期間が終わって、うん、5月までやな。な、もう PL 学園生の1年生としてっていうのがやっと始まった時期やわ、これ。そうや、その頃にこれ書いてんね。ちょうど終わっ、お客様期間5月終わって6月ぐらい、2ヶ月後やね。なんとなくこの量の厳しさみたいなのがひしひしと。ほんなら俺なんて書いてんねやろね、ということですよ。けど結果雑誌いっぱい載ったじゃないですか。載った雑誌はなんかね載ってるよ。ちょっと恥ずかしかったけどね。あれじゃないですか、小林キャプテンより多く載ってるじゃないですか。載ってる。じゃあ意味は叶ったということで。俺なんて書いてんねやろな。書いたことは叶うんだよな。うわ、そんなん言うとって、うん、取り寄せた時に、うん、俺すげえやばいこと書いてったらやばくない？そう、やっぱ面白いから言う。さすが小林キャプテン。いや、なんか結構まともなこと書いてると思うよ。いや、ノリとかどんなんやろな。いや、もうノリガチガチやろな。ノリとかノリガチガチやろ。俺が PL やって書いてんだろうな。いや、それは多分書いてないと思うで。え、あれじゃ、一緒に、入ったメンバーが何人いますが、僕以外のやつは全員、PL を分かっていない。本当の PL を俺は一年生に教えたいと思うんだって書いてない。それ書いてた爆笑やで。爆笑やな。ほんなら俺も特に堀北川あの辺りのやつらは気合が入ってないって言われてないやろ、それはないわ。取り寄せるわね。だからあの同期のねメンバー許可いただければしたらね、うん、なんかピエのもう当時私らが忘れていた、
ね、作文ですから、うん、当時どんなこと考えたのかね、あるからね。これからあの中学校3年生で、ね、寮入って、寮入って野球やるよっていう子もおるやろし、2ヶ月後に作文みんな書いてほしいな、ほんまやな寮行ったか、あのな、これからの抱負みたいな。そうやね。でもまあ最後になりますが、うん、ね、担任の田中先生がね、そうした当時のことを残してくださってたっていうのがね。え、田中先生が持ってんの？そうやで。あ、すごいよ。ありがたいですよ。うん、多分田中先生も前お、お会いさせてもらっておっしゃっておられたんが、体育コースの担任っていうのをされたのが初めてやったんで、うん、僕らの時が。だから結構そういう思い入れもあるというか、うん、まだ若かったでしょ？僕だって30何歳やろ？ということで。田中先生、こう出演したいんじゃん。それ一番ええ。学校の先生とかってこんなん大丈夫な？昔の思い出みたいな、別に。まあ、当時？当時の。していただける、もうしていただけるよ。もう俺多分、その、あの、作文聞くときに、一回、田中先生に、ちょっと YouTube どうですか、うん、オファーしてるの。オファーしてるよ。わかった。いいよ、いいよ。はい、ええで、ええで、ええで。頼む。ということで、はい。今回は、当時に書かせていただいた作文をちょっと皆さんにご紹介させていただいて、はい。はい、終わりたいと思いますので、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。